東京都議会は来週13日と再来週の20日に舛添都知事を総務委員会に呼び、一連の疑惑について集中審議を行うことを決めました。知事を追及する集中審議の日程などを決めるため、これから総務委員会の理事会が行われます。続きます。知事を呼んで厳しく追及することができる総務委員会の集中審議の日程について、昨日午前11時から都議会で話し合いが断続的に行われました。その結果、来週13日と再来週の20日に開催することが決まりました。20日の質疑を見た上で不十分であれば、またやっていくということについては各会派了解でございます。集中審議では、高額な海外出張費や公用車の使い方、政治資金の疑惑が議題になるということです。ホテル三日月の相手は誰なのかとか分かる資料とかですね、美術品の目録とかよくしようと思ってます。また必要があれば、知事が公用車で通っていた別荘などの視察も検討するとしています。